それでは定刻となりましたので、見分けライブアドバンス2つ目のセミナー、インパクト絶大近未来の 3D 看板、大型 3D プリンターにより飛び出す看板を始めます。新製品 3DGD を使用した看板の常識を変える近未来 3D 看板のワークプロセスをご紹介いたします。 3DGD1800 は最大高さ 1.8 メートルの造形が可能なゲルディスペンシングプリンティング方式の 3D インクジェットプリンターとなります。従来のサインと組み合わせることで普及力が大幅に向上します。本セミナーでは株式会社みまきエンジニアリング横関よりご紹介させていただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。みまきエンジニアリング 3D マーケティングの横関と、那州でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。前回の第1回目のみまきライブをご視聴くださった方がいましたら、ありがとうございました。今回は、その続きという形でもう少し大型 3D プリンター 3DGD1800 での、ワークフローについて掘り下げてご説明していきます。でまずその前にですね、簡単に前回の用途提案とマシンの特徴についてご紹介していきたいと思います。まずはじめにですね、飛び出す看板と標識です。こちらは造形物を丸々一体作ることができればもちろん素晴らしいのですが、それにはやはり時間であったり技術も必要となります。そこで一部分だけ飛び出す表現だけでもいかがでしょうかという話でした。続きまして造形装飾の単納期対応です。例えば新製品のプロモーションでインパクトを与える企画を考えたりですとか、期間限定で出店を繰り返すポップアップストア、それから展示会やイベントなどの一点物の特注の装飾、そんなような時に短納期でデザインやアイデアをパッと形にできる、高速造形ができる大型の 3D プリンターがあったらいかがでしょうか。そして次に SNS、インスタ映えや街や店舗のシンボルです。一個人の情報発信によりまして、時には思いもよらぬ情報拡散ができる時代になってきました。すでに素晴らしい造形物も世の中に多く存在しますが、もし大型 3D プリンターがもっと世の中に普及できましたら、今よりも気軽に個人店舗であったり中小企業でも造形物を発注できることが可能になるのではないでしょうか。そんなですね、ご提案を実現させるための製品、当社の 3DGD1800 の特徴3つを簡単にご説明させていただきます。まず1つ目はやはり何といっても大きさですね。最大高さ 1.8 メーターまでの造形が可能です。そしてその造形する方法ですが、紫外線で瞬時に硬化させることができるジェルインクをディスペンサーによって押し出しております。これによりその造形スピードはとても速いです。そして3点目がシンプルな形状であればサポート材がなくても造形が可能なため、中空構造で造形ができるというふうになります。横関さん、はいはい、今日もいろんな造形物を持ってきました。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、この人形であったり、大きなボディを持ってきてもらいました。はい、そうですね。ちなみにこちらは時間はどれぐらいでしたっけ。これは3時間ぐらいかかって、4.7 キロの重さです。そうですね、はい、造形時間が3時間で、材料も 4.7 キロぐらいでこれできてます。とても軽いです。まあ3時間というは、まあ、3時間は造形の時間だけですね。そうですね、確かにそうですよね。実際には今の3時間といいますのは機械が動いているだけの時間になりますが、本当に物を作るためにはその前にデータ処理であったり、造形した後にも用途によってはこの白いだけではいけませんので、表面に色をつけたりそんなようなことをやりますと、やはり時間ももっと長くなってしまいますので、そんな意味で今日はワークフローについてもう少し深掘りしていきたいと思います。ではもう一度ちょっとスライドの方をお見せいたします。基本的なワークフローはご覧のようになります。最初に完成形の構想を立てておきまして、
造形の準備、それから本番の造形、後処理を行いまして施工するというような流れになります。そんな中で、従来の造形方法も、主な2種類をご紹介しますと、1つ目は EPS 造形、こちらは発泡スチロールを、型作りまして、その上から覆うように、ウレタンなどの塗装で、着色する方法です。でもう1つが、FRP 造形です。こちらは事前にメス型を作っておきまして、その内側の方に、FRP 繊維強化プラスチックを、貼り込みまして、硬化させた後に表面を塗装する、そういう造形方法になります。一方で、今回の 3DGD1800 でのワークフローはご覧のようになります。で今回具体的にご説明しますのは、この赤枠部分の、ところになります。前半部分は、ちょっと口頭で簡単にご説明となりますが、まずはじめに、3D データの入手するときには、主に3パターンぐらい、あるかと思います。1つ目は、3D CAD や 3D のデザインソフトがあるのですが、そのようなものでクリエイターが一から、形をデザインすることです。で2つ目は、3D スキャンシステムを使いまして、こちらは、すでにある実物の形状をコピーしたり、コピーしたものをもとに、デザインソフトでさらに手を加えたりするような方法があります。そして、3番目ですが、そんな、クリエイターさんたちが作った、全世界の、データが 3D データが集まって有償で販売しているサイトもいくつかありますので、そういったところから入手する方法が考えられます。で隣になりますが、入手した 3D データは、3D プリンターで造形するためにはふさわしくない状態の場合もありますので、そういったときには修正が必要になります。修正というのは、例えば 3D スキャンしたときには形状が完全に定義されてない場合もありまして、そんなようなときには空いてる穴を塞いだりするようなことがあります。あとは表面を滑らかにするような処理もありますね。で、その次が今回の当社の専用のソフトになりますが、スライス処理になります。こちらは修正済みのデータを 3D プリンターで造形するために、薄い1層ずつ積み重なった輪切りのデータにするためにスライス処理を行います。でその後にマシンを使いまして、実際に造形を行いまして、造形したものは、最後バリですとか、場合によってはサポート材を除去したりしながら、表面をコーティングしていく、そのような流れになります。では、このままちょっとスライス処理のソフトウェアも簡単にご説明していきたいと思います。こちらが 3DGD スライサーの画面になります。まずデータを開くところから始まります。たくさん機能があるんですけども、主なポイントに絞ってご説明をします。はい、まずはサイズ変更ですね。XYZ 軸、どれか一つ基準に、何か希望の寸法がありましたら入力すると、そのまま、同じ倍率で変更ができます。でもし、このロックを外しますと、縦横の比率を変えながら、変倍して大きさを変えることもできます。あまりこういったことは考えられないんですけども、まあ、コントロール Z とかを押すと一つ前の、作業に戻ることもできます。で次にですね、サポート材を設計する場面を、角度ですね、造形物の角度を変える画面をご覧いただいてます。で、この角度というのも、積層ピッチの向きですとか、造形のしやすさなどに影響しますので、結構重要なポイントになります。で次にサポート材をつける場面を少しご覧いただきます。でサポート材もいくつか、形状があるんですけども、例えば、ポール形状のものを、選択してつけてみます。今回の造形物は、サポート材なしでも造形ができたんですけども、操作のご説明のために今お見せしています。でこのように直感的に、移動させまして、角度なんかも、マウスで
移動することができます。で次に、プリントモードですね。こちらは、積層ピッチの厚みであったり壁の厚みなんかを設定するところで必要になります。で材料を、細くしたりですとか壁を、厚くしたりというようなことがこちらで選択できます。でその時には、造形スピードも遅くなったり、影響があります。で主な機能はこのようなところになりますが、それらを確認しましたら、実際にスライス処理を行ってみます。今はポリゴンの集合体ですけれども、薄い輪切り状の今、スライス処理を行いました。これで、表示方法も、様々な見方ができます。ちなみに今、赤く見えている部分が、壁が部分的に2層になっているマイクロサポートという機能がこれ、設定で効いているんですけども、その様子を示しています。ちょっと内部の方を見ますと、はい、このように造形されることが見えます。で他にも、表示方法があるんですけども、例えば、造形が崩れてしまうリスク、どこにサポート材をつけようかといったような参考に、できます。今、緑色は、安全率が高いんですけども、赤くなっている部分は、造形が失敗するリスクが増えてきます。なので、これがあまりにも赤いようなときには、サポート材を別途、設計する必要があります。あとはですね、造形情報も、事前に確認することができます。例えば、造形にかかる時間ですとか、その使用する材料、それから、XYZ の寸法ですとか、そのような情報も確認できます。別のちょっと造形物でもご覧いただきます。こちらは、左腕の部分ですね。左腕から肩にかけた、形状です。このようなちょっと不安定な、形の場合は、今回はプレート状のサポート材を、ご覧のように、設定しました。でこの時の、造形の情報につきましては、実際に腕に使われる、その製品となる材料の比率と、それからサポートに使われる比率と、内側に部分的に入るマイクロサポートの比率なんかも、計算することができます。ということで、このようにスライス処理をすると、マシンで、読み込む準備ができます。では続きまして、マシンの、実際の動作する様子もご覧いただきたいと思います。ちょっと音声も入ってますね。およそ2分ぐらいお見せしたいと思います。日頃はなかなか時間限られてますと早送りすることが多いんですけども、今回は少しお時間いただきましたので、早送りなしでリアルなスピードでご覧いただいてます。で簡単にご説明しますと、ディスペンサーヘッドはマシンには2つついておりまして、今は、等身大の上半身と下半身を同時に造形している最中になります。で、ディスペンサーの周りには LED の UV ライトが周囲を囲うようについておりまして、それによって360度どちらに移動するときにも均一に効果できるようになっております。で造形で、失敗するリスクというのもあるんですけれども、このようなリスクというのは例えばディスペンサーの先端にインクが付着してしまう場合ですね。そのときには、ニョニョニョロと押し出している材料が、インクを引きずってしまいまして、この造形を崩してしまうことがあります。でその要因としましては、日常のお手入れ不足の場合もありますが、造形物の形状が複雑すぎてしまったりですとか、造形する角度であったりサポート材の加減によっても、起こり得る、場合があります。
そうならないための機能としまして、ちょうど今、はい、タタタタンというふうに動画を見ていると音が聞こえると思いますが、インクジェットプリンターで言いますと、フラッシング機能のように、ディスペンサーの先端部分をエアーで振動させながら、排出するクリーニング動作も、ついております。はい、今また鳴りました。で、このクリーニング動作が、自動的に入っているんですけれども、マシンを見ていて、汚れが落ちてない場合には、自分でも操作パネルで選択することができます。もしそれでもインクの汚れが落ちない場合には、一時停止をして、手動でディスペンサーの周りを、布なんかで拭くことが必要になります。はい、さて、ここまでですが、造形までの流れはいかがでしたでしょうか。ですね、一旦ですね、前回のライブの時に造形物の強度であったり、それから性質についてご質問をいただいてましたので、補足説明させていただきます。で、まずは、数値的なご説明、3点ご紹介しますと、1つ目が荷重たわみ温度です。これは、材料に荷重をこう加えまして、温度をどんどん高くしていったときに、そのたわみ量ですね、たわんでしまう量が一定になるときの温度になりますが、ABS とポリカーボネートに比べますと、ABS が96度、ポリカーボネートが138度に対して、50数度ぐらいが今回の材料になります。ですので、そこまで材料、熱には強くない材料のため、造形後に熱が加わる用途の場合には、補強であったり、それから、表面の塗装で、耐熱性のあるものを選択することが必要になります。で、次、2つ目に、引っ張り強さです。これは、材料にぐっとこう引っ張ってきまして、破断するときの応力を表しますが、ABS とポリカーボネートの中間ぐらいの数値となります。強くもなく弱くもなくといったところです。で、3点目が弾性係数ですね。こちらは、ものの変形のしにくさを表していますが、こちらは ABS やポリカーボネートよりも変形しにくい性質を持っています。奥崎さん、はいはい、ちょっと分かりにくいですね。そうですね、なかなかちょっと今のような説明では、伝わりにくいんじゃないかなと思いますので、例えば感覚的なお話しますと、後ろのこの人形を作ったときに、先ほどの動画にもあった肩の部分ですね、あれ私、造形後に誤って腰のぐらいの高さから落としてしまったんですけども、その時にはパリンとこう3パーツぐらいに割れてしまいましたね。もう本当にもうすごい怒りました僕。なんかすごい時間かかって、もうなんかすごい上手に作って、でもまあ壊れましたね。もうその時は本当にすみませんでした。はい。まあまあ大丈夫。ありがとうございます。でそんな時にですね、その時には幸いにも3パーツぐらいでしたので、インクをくっつけて硬化させることで、無事に修正できまして、この人形にも実際使うことができました。ただし、やはり落とすと割れてしまうんだなということを身をもって体験しました。で、今回のこちらのセミナーでは、実際に造形物を落下して壊してみる実験と、さらにもし造形したときに穴が開いてしまった、そんなときに修正する方法もありますので、そちらをじゃあ、マシューさんに今日もじゃあ説明してもらいたいと思います。はい、もう、はい、行ってきます。ちょっと、はい、はい、準備お願いします。はい、はい。さて、それでは、マシューさんに、今、現場に向かってもらってますが、今回は1メーターぐらいの、ポールを2本用意しておきまして、1つは造形したまま、でもう1つは、中に発泡ウレタンを詰めて補強したものを2つ比較でご覧いただこうと思っています。どうと言いますか。あ、はい。では、マシューさん、はい。早速お願いします。まずは、これ、何もやってないものですね。倒してみますと、はい、やはりですね、このように実は倒すと割れてしまいます。で次に、発泡ウレタンが詰まっているものですね。そちらもじゃあ倒してみてもらいましょうか。どうですかね。側面はまず全く問題ないですね。結構壊れてないですね。もう少しなんか、じゃあ壊してみてください。あ、ちょっとな、破片が今飛び散りましたね。
エッジの部分ですね、未処理のちょっとエッジの部分からひびが割れてますが、側面は意外と大丈夫ですね。結構強いですね、発泡ウレタン入れると。もう少し違いが分かりづらい。いや、そこはちょっと高すぎるので、頭の高さぐらいからどうですかね。頭の高さぐらいから落としてみますと、ひびが大きくなりましたが、側面は意外と丈夫ですね。もう少し何かこう壊れる様子をはっきりと見せてもらいたいんですけれども、上からそうですね。あ、すいません。ちょっと当社の本部長に自ら落としてもらいます。高さはあれどれぐらいでしょうかね。3メーターぐらい、そうですね、3メーターぐらいから落としてみます。弾け飛びましたね。やはりこうなると、ひびもだいぶ大きくなって、反対側のエッジもちょっと壊れてますが、意外と側面は丈夫だったんですね。あ、そうですね、最初にちょっとひび割れてしまったんですが、造形したままのものも落としてみましょう。ああ、やはり想像通り割れましたね。ということで、これぐらいの、強度の様子になります。皆さん、いかがでしたでしょうか。では、続きましてですが、次に造形物の修正方法になります。じゃあ、続いて、マシューさん、お願いします。はい。今回、作業するときには、手袋であったり、それから紫外線のライトを使いますので、その紫外線を防止するためのサングラスも必要になります。で、インクを、カップに、移しておきまして、それを手で塗っていきます。今、こちらは、左肩の部分ですね。左肩の部分に塗っています。で、塗ったら紫外線を当てて、効果ができます。で、大きめの穴につきましては、後ろ側の方にテープを貼っておきまして、インクを固めてからテープを剥がすことで、大きめの穴も修正が可能です。で、場合によってはこれをまた、ヤスリで削ったりして、滑らかにします。はい。マッシュさん、ちょっと軸を超えて、すごい早い作業になってます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。用途によっては、造形したままの、白いものでもデザインとして成り立つこともあるかもしれませんが、先ほどのように、穴を修正したりですとか、つなぎ合わせた場合にはやはりその部分というのは近くで見るとムラのようになってしまうのは、事実としてあります。で、そのため多くの場合はやはり造形物の上から着色するかと思うんですけども、例えば多く使われるスプレー塗装する場合には造形による積層ピッチというのも結構目立ってきます。ですので、そのような場合にはスプレー塗装の前に表面を研磨したりですとか、サーフェイサーという積層ピッチを埋める処理を行っていきます。で、表面が滑らかになった後にマスキングをしたりとか、筆を活用しながら色を塗り分けていくことで、近くで見ても、滑らかな造形物を作ることができます。でですね、一方で、もし社員業者の皆様で、インクジェットプリンターのノウハウがありましたら、例えば出力したものを、着色するために、活用できたら面白いんじゃないかなと私も考えています。で、今回は最後のこのご説明としまして、その積層ピッチを埋めるサーフェイサー塗装、それからインクジェットプリンターと組み合わせたエンビラッピング着色方法のご提案と、シュリンクフィルムの着色のご提案について紹介させていただきます。はい、まずは、サーフェイサーの表面塗装の様子をご覧いただきます。
はじめに造形物の表面を研磨しています。でマシンを使うと平坦の部分は早く終わりますが、手の甲以外の凹凸が激しい部分はやはり手作業が多くなります。でその次に塗装を密着させるためのスプレーとして密着炉を使っています。でその後に車の板金加工でも使われているパテを使用しました。でこちらもやはり平坦な部分には有効なんですけども、複雑な部分はうまく追従できないため、手の甲以外はちょっと難しい。すみません、ご視聴の方どなたかマイクがオンになっているようでして、ご確認お願いいたします。大丈夫です、ありがとうございます。すみません、はい。で、パテが乾きましたら、また簡単に表面を削りまして、その後1回目のサーフェイサーの、塗装に入ります。すみません。で、サーフェイサーの前にやはり密着炉ですね、塗装がつきやすいように密着炉をつけます。はい、で、これから1回目の、サーフェイサーの塗装に入ります。でこの時点で遠目に見ますと一見良さそうに見えるんですけども、やはりスプレーの当てる角度ですとか液が重力で垂れてしまうような部分は難しいようで、1回目だけでは、今一歩という感じでした。で例えば、この形に言いますと指の間になるんですけども、そういった部分はスプレーが届きづらいですので、筆を、活用して直接、ピッチを埋めるようにしました。でこちらを約90分乾燥しまして、その後もう一度研磨をしていきます。でこの時の研磨も積層ピッチの山の部分だけを削っていきまして、谷の部分は塗装で埋まっていく、そんなようなこうイメージになります。1回目の塗装した後に山の部分だけを削るイメージで今研磨を行っています。でこちらが、1回目の塗装と研磨の終わった時点です。でこうしましてまた積層ピッチの谷ですとか、ちょっと削りすぎてしまった部分は2回目の塗装でまた厚く盛られていきます。2回目でだいぶ良くなりました。で3回目の塗装の前にもう一度研磨をしています。でこれを繰り返せば繰り返すほどどんどんと表面は滑らかになっていきますが、一方で例えば手相など細かいシワを表現した場合には小さな溝も埋めていってしまうことになりますので、その加減も必要になってきます。はい、でこちらが最後3回目のサーフェイサー塗装になります。こちらが終わった後、今これシルバーの状態なんですけれども、シルバーというか灰色ですかね、その上から、何かこうカラーリングしたり、したい場合にはマスキングや筆などでまた色を塗り分けるようになります。いかがでしょうか。ちょっとビフォーアフターが今の動画だけではお分かりづらいかと思いますので、次のページで写真でもご覧いただきたいと思います。
このようになります。左側が造形した直後の、状態で、その隣真ん中が先ほどのサーフェイサー塗装を、研磨とかを何も行わずにただ1回だけ塗った様子です。やはりあの積層ピッチが目立ったままかと思います。そして今回の、3回研磨と塗装を繰り返した様子が右側のようになります。で、続きましてインクジェットプリンターを活用した着色方法のご提案です。まずは、塩ビシートのラッピングとそれから、シュリンクフィルムになります。こちら側の左上の車は、先ほどのような塗装で赤一色にスプレー塗装しておきまして、ヘッドライトと、それからナンバープレート、アルミホイールの部分は、塩ビに UV プリントしまして、ラッピングしました。そして、右側のこのビールジョッキの部分は、タルとそれから泡の部分をラッピングしています。でこちらの右側のチューブのこのパッケージのデザインはシュリンクフィルムに、UV プリントしまして巻き付けています。その様子も少しご紹介いたします。で今回ですね、私が実際樽に貼った動画もあるんですけども、あまりこうお見せしても面白くなかったので、YouTube のみまきオーストラリアチャンネルより車のカーラッピングの塩ビシートのラッピングの様子をご覧いただきたいと思います。でこのようにですね、もうご存知の方も多いかもしれませんが、塩ビシートをヒートガンで熱を加えますと、伸縮する性質がありまして、それで車のボンネットの部分などにこう貼ったりちょっと剥がしながら位置を合わせていきまして貼り合わせていく技術です。でイメージ的には、車のパーツに使われるような湾曲の部分であったり凹凸の形状であれば 3DGD でも造形したものに貼り付けられるかなと思うんですけども、ちょっと複雑なものになりますとやはり貼る時の技術であったり貼った後に浮き上がってきてしまう場合もありますので、やはり何にでもこの塩ビラッピングができるというのは今のところ難しいのかなという、感想です。ですのでシンプルな形状でありましたら、サイン業者様でも、こういったラッピングの技術ある方もいらっしゃるかと思いますので、そういった部分で、造形物の着色で、活用はできるのかなと思いました。続きまして、シュリンクフィルムです。こちらも当社の UV プリンターで出力したシュリンクフィルムを背中合わせでセロハンテープで留めておきまして、袋状にしたものを上から造形物にかぶせてヒートガンで炙っています。皆さんもペットボトル飲むときについているあのシュリンクフィルムを想像していただければと思うんですが、熱を加えると形に沿ってクシュクシュというふうに縮んでいく性質を持っています。ただし、シュリンクフィルムにも、収縮するそのパーセントとそれから縮む向きがありまして、今回ちょっとテスト的に買ったフィルムを試験してますので、まだちょっとご紹介に至るレベルまでは行ってないんですけれども、こういった着色方法も面白いのではないかなと思っています。こちらは耐候性はあるものではありませんので、短期の屋内イベントなんかで言いますと、逆にメリットとしましては造形物を、着色した後また剥がして別のデザインにできるといったメリットもあるのかなと思います。はい、ということで発表も最後終盤の方になってきますが、最後ちょっとご案内挟ませていただきます。いかがでしたでしょうか。先ほどの着色方法は従来のスプレー以外にももしインクジェットプリンターを組み合わせるとしますと、さまざまなシートやフィルムとの密着性がよく乾燥時間のいらない当社の UCJV300 シリーズは、3DGD1800 との相性も抜群ではないかなと思います。で、もし今回のセミナーをご覧いただきまして 3DGD1800 に興味を持っていただきましたら、今はコロナ影響によりお気軽に県外出張やデモンストレーションなども難しいご時世かと思いますが、ライブデモという形で長野県の本社のデモ機の様子を皆様にこのようなウェブ形式で、みまきの担当営業マンとともにお客様におつなぎしてご提案することも可能ですので、
よろしければお申し込みください。ということで、今回の発表は以上となります。ありがとうございます。もし何かご質問ありましたら、お寄せいただければと思います。チャットの方ですね。はい、で特に今ご質問たまってなければ、ちょっと私の方でも補足説明まだありますので、はい。ですね。造形の、寸法と、それから造形時間、材料の、使用例を少しまとめてみました。で、手の方は、すいません。ちょっと XY 私、記入し忘れていまして申し訳ありませんでした。手の、なんですかね。動画で今までお見せしてたあのサイズですけれども、あちらで言いますと、造形時間は40分、それから、使用材料は 4.7kg でした。でもし、このようなボトル形状のものを、0.5m×0.5m× 高さ 1.8m やった場合にですと、およそ 7.5 時間で使用材料は 11kg ぐらいになります。で、今回の、人形ですね、すみません、こちらもちょっと XY、入れておりませんでしたが、1.5m 高さの造形物です。そうしますと、造形時間は7.5 時間で使用材料は15キロぐらいでした。で、例えばこのような石像ですね、これをかなり大きくしまして、5.7 メーターぐらいの造形物を仮に作ったとしましたら、造形時間は130時間で219キログラム、210キロですね、使用いたします。で、塗装でどのような材料が使えますかというのも前回のライブでご質問いただいたんですが、ポリエステルですとかエポキシやポリウレタン系の塗装は使用可能になるかと思います。でその他にも車の板金で使われている、ツールも、造形物に使用可能ですので、そんなイメージで選定していただければいいのかなと思います。でその時の注意点としましては、やはり温度にそこまで強くない材料ですので、乾燥の時に50度以上の熱を加えつつ、さらに荷重がかかりますと変形の恐れがあります。で車の塗装の液の性能から見ましても、70度の熱が加わると、塗料としてもあまり良くないそうですので、温度管理というのは必要になります。で、同じくですね、ライブでまた何年製の材料ですかというご質問もいただいたんですが、ちょっとこう海外の規定になるんですけども、建築材料の規定で言いますと、B2 というランクになります。でこちらが、特別 A クラスになりますと、ガスバーナーで材料をずっと当て続けても火がつかないぐらい、耐火性のある材料と言えるんですけども、こちらは、容易に燃える材料ではないんですけども、火が一旦ついてしまうと継続的に燃焼しますので、あまりこう燃えづらい材料とも言えないものになります。